一言 Q&A という企画をやって、でつまり、まあうん、質問を聞くんですけども、一言で答える。一言、うん、一言。一言質問10個ぐらいやっていきたいと思うんですけれども、うんはい、まず最初にスピード versus size、えー。スピード。パワー versus リーチ。パワー,、うんえー。ディフェンス versus オフェンス。ディフェンス。知名度かお金。知名度。 見た目か性格性格。<確>世界で一番でっかいクマ、バーサ s 世界で一番でっかいトラ、どっちが勝ちますかクマ。ブレイキンダウン、あり、なし。あり。井上直哉は何回級制覇しますか、えー、4, ?4。えっ、ー、と、Greatest Fighter of All Time だから、えーと、史上最も最大な格闘家は誰ですか格闘家で一番。 今のところ井上直哉。井上直哉。最後の質問になりますけれども若い自分25から30歳って言いましょうかに一つのアドバイスをあげるとしたら何を言います僕にそうです。お前格闘家になれ。ああいい答えですね。いい答えです。ケシより強いよ。と思った。やってれば。 えー、ちなみにラ,ラストこれがラスト質問、格闘家になったらどの格闘技をやってたと思いますか？キックボクシング、キックボクシング、おありがとうございます。はい、今日は長い時間本当にいや本当に光栄です。いえ,いえ、面白かったよ。うん。